今日はね、あんまり言いたくないです。あんまり言いたくない。あんまり言いたくないほど素晴らしい EU モバイルご紹介したいと思います。こちらですね、僕は現在、確かね、高速通信1ギガプラン、月額790円で契約しております。最初はね、2ヶ月間、お試し、無料キャンペーンをね、申し込んでね、事務手数料無料でね、申し込んで、2ヶ月経ったら解約しようと思ってたんですが、あまりの素晴らしさに継続契約しております。何がいいか。ダウンロード。そうですね。体感的に 50kbps かな。なんでそんなもん契約するのかと言いますと、何度も言うようにね、上り回線。これがね、めちゃくちゃ速いんですよ。大体ですね、10Mbps 超えてるかなというような勢いですね。スピードチェッカーで測ると、そこまでは出てないんですよね。ダウンロードでも、まあ、100メガ切るかな。でも、上りは、大体、8メガ以上。10メガぐらいが平均かな。ただ、なんかね、実際にデータをアップロードしてる速度は10メガよりもちょっとまだ速いんじゃないかなというぐらいの速度が実際に出てると思います。そんな感じ。スピードチェッカーはね、僕何度も言いますけども、あんまり当てにしたくないんですよ。ただやっぱ動画にする以上、まあ一応皆さんのね、共通な指標となるようにお話しするんですけども、あくまでね、体感を重視しております。で、体感的にね、20Mbps ぐらい出てんじゃないのかなというような感じです。で、僕みたいにね、YouTube をアップロードしてる者にとってはね、もうこの U モバイル、もう神プランですよ、まさに。790円で YouTube の動画がアップロードできる。例えば、これぐらいのものをやるんだったらね、光回線にするとかね、あとはモバイル回線でもかなり早い部類だと思いますよ。それが、まあ、アップロードだけだけども、790円で契約できるっていうのがすごいと思うんです。ただ、ちょっとネックがありまして、あまりね、アップロードしすぎると、やっぱりね、それでも速度規制がかかっちゃいます。どんなもんかな。やっぱりね、100kbps ぐらい。にも、上りでもね、100kbps ぐらいまで下がっちゃいますので、使いすぎにはお気をつけてください。僕もね、具体的な数値はね、どれぐらいかわかんなかったんですが、5分程度の動画をね、720p の5分程度の動画を15本ぐらい上げた時があったんですよ。その時はね、さすがに規制かかりました。その日1日はもう速度規制がかかって、翌日までね、アップロードはダメでしたね。ただ、それもね、わずか1日で、解除になってしまいます。このあたりはね、非常に使いやすいですね。で、あとね、YouTube のライブアプリ、カメラファイライブ、僕使ってるんですが、YouTube ライブもね、上げてますけども、なんと止まらず配信できます。一応ね、僕ね、念のため安全牌を取って、480p の低画質でやってますけども、その領域で使う分には止まらず、安定しております。それ以上でやってもね、いけるとは思うんですが、ちょっとね、突然止まっちゃ、本番で止まっちゃ困るんでね、ちょっと僕はそこまでは実験しておりません。この他にですね、言いたくない情報、もう一つ申し上げますとですね、この U モバイル、夜中の時間、ただ時間はばらつきがあるんですが、0時を境に、もしくはね、午前2時を境に、なんと、ダウンロードも爆速になっちゃいます。なっちゃいますっていうか、なることがありますかな。これは、一概には言えないし、この U モバイルの公式にアナウンスされているものとは違いますからね。違うので、これ U モバイルに問い合わせても、それは違いますよっていう返答しか来ませんのでね。
ただ結果的に、そういうふうになりますよと。まあベストエフォートですからね。でもベストエフォート以上のパフォーマンスをアップロードでは発揮してくれるという格安チームです。ただね、この良さを実感できるのは、まあ僕みたいに YouTube 配信している人ぐらいになっちゃうのかな。あとはデータをアップロードする人、まあそんなに大量ではないんだけども、早くアップロードしたいという人なら、このプランで対応できます。で、アップロードが早いと言っても、あまりにも膨大すぎると、速度規制がかかってしまうので、そういう方にはお勧めできません。その場合は光をね、契約するとかした方が良いかなと思います。そんな感じですね。使う方をね、選ぶんですけれども、ある人によってはこの U モバイル非常にいいプランです。私はあまり広めたくありません、そういうことをね。で、このね、U モバイルに関してね、小屋暮らしで有名な吉田さんもね、動画を上げておりまして、概要欄の方にね、リンクを貼っておきます。僕はね、富山県で使って、まあ、そのような印象を受けたんですが、実は千葉県、吉田さんは千葉県にお住まいなんですけども、千葉県だとね、ちょっとまた状況が違うんですね。この辺がまあちょっと地域によって、ちょっとわずかにばらつきがあるみたいです。ただ、共通して言えるのは、アップロードの速度は速いよということですね。まあね、YouTube 動画ね、上げられててね、なんかこう、格安で速い回線欲しい人には、この U モバイル、非常にね、おすすめなプランではないかなと思います。てなわけでね、E モバイル、2ヶ月間ぐらい使ったね、お話をしてみました。それではまた。